30日の夜9時から、たけるさんがシュガーをやったそうなんですが、その時間帯って、綾瀬はるかさんの月9のドラマの時間と丸かぶりで、それって綾瀬はるかさんとの噂を否定する意味もあるのかどうか、あえてその時間帯を選んだのかどうかを占ってくださいっていうことですね。これは、質問の仕方を、あら、C さん、お母様の介護、頑張ってくださいね。これは、どうしようかな。佐藤健さんが、シュガーの配信をしたのは、綾瀬はるかさんのドラマの時間帯と丸かぶりだったっていうことで、まあ、綾瀬はるかさんとの噂を否定する気持ちがあったからか、それとも、たまたまなのかっていうね。だから否定する気持ちがあったとするなら、これ1枚引きでいきますね。否定する気持ちがあったならば、皆さんから見て正位置。で、たまたまだったら逆位置。合ってる？ タロットにもう一回言いますね。綾瀬はるかさんとの関係を否定するためだったのか、たまたまだったのか、否定するためだったら正位置、たまたまだったら逆位置。いいですか？1枚引きいきますね。毎回緊張の1枚引きいきます。はい、どうだ。皇帝の正位置、ドーンと否定してやろうじゃないかっていう感じですね。これは意図して否定するためにぶっこんできたって捉えてもいいかなと思いますね。これはね、タロットですよ、エンタメですよってまた言いますけど、もうこれ正位置なんで、まあ、佐藤健さんがシュガーを配信した時間が綾瀬はるかさんのドラマにかぶったっていうのは、もう、ね、否定するためにはっきりと言ってる意思表示っていう気がしますね、これは。はい。